チームトタルエネルギーは国際自転車連合の UCI プロチームに参加している自転車チームである。フランスに拠点を置いている。チームトタルエネルギーズや英語読みのチームトタルエナジーズとも表記される。チームのルーツは1984年に結成されたシステム U であり、その後カストラマ・バンデユー U と名称を変更した。2000年、 バンデ・ユーのチームマネージャーを務めていたジャン・ルネベルノおが自らその職につき、プロチームとしてボンジュールを結成したのが、当チームの歴史の始まりである。一方、バンデ・ユーはアマチュア主体の育成チームに改編されることになった。その後、ブリオシュラ・ブランジェルを経て、2005年からフランスの携帯電話事業者であるブイグ・テレコムがスポンサーとなった。 2009年シーズンより2008年に同社が立ち上げたインターネットサービスプロバイダーのブランド名 BBOX がチーム名に加わり BBOXVG テレコムに名称が変更された。また2009年にプロツアーライセンスが切れることから更新の申請を行ったが UCI 側からこの更新を却下されたため 2010年シーズンにより UCI プロフェッショナルコンチネンタルチームとして活動することになった。さらに2010年限りで V グテレコムがスポンサーから撤退。2011年シーズンからは新スポンサーとして大手レンタカー会社のヨーロッパカーが新スポンサーにつくことが決まり、透明賞に変更になった。チームのエースはトマ・ボクレールで 2004年のツールドフランスで10日間、マイオ上流を守り抜いたことで、注目度が上がった。2009年のツールドフランス第5ステージで、念願のステージ優勝を果たした。2009年からは、日本人選手の新城幸也が加入し、日本からの注目度が上がっている。2011年のツールドフランスでは、ボクレールが中盤に、マイオ上流に袖を通し総合4位。ピエール・ロランが、 第19ステージラルプデュエズの山頂ゴールでステージ優勝。総合でも11位となり新人賞を獲得した。さらに2012年のツールとフランスでは第4ステージで新白雪谷がステージ終盤まで逃げて関東賞を獲得したのに続き第10ステージをボクレール、第11ステージをロラン、第16ステージを再びボクレールが勝利、チームで 区間3勝、関東賞4回を手にしたほか、ボクレールが山学賞を獲得した。使用機材はバイクがコルナゴ、変速機はカンパニオーロ、ヘルメット、ウェア類はルイガノ。2014年シーズンにより UCI プロチームへ復帰。2015年シーズンは再び UCI プロフェッショナルコンチネンタルチームに戻った。 2016年シーズンより、フランス第3位の電力、ガス供給会社であるディレクトエネルギー社がメインスポンサーとなり、チーム名はディレクトエネルギーとなった。2018年4月にディレクトエネルギー社は、フランスの石油、ガス大手企業であるトタル社に買収。2019年4月にトタル社が第1スポンサーとなり、チーム名はトタルディレクトエネルギーとなった。 ありがとうございます。